日未明、長崎市で78歳の男が同じ市営住宅に住む81歳の女性を金槌で殴り殺害した疑いで緊急逮捕されました。二人は室外機の騒音などをめぐりたびたび口論となる、ご近所トラブルが続いていたこともわかりました。大型連休明けの7日未明に起きた凄惨な事件。JR 長崎駅の北北西約4キロ、長崎市西木3丁目の住宅街にある長崎市営中ヶ内団地で事件は起きました。緊急逮捕されたのはこの団地に住む精神疾患のある78歳の無職の男です。午前0時10分ごろ、斜め上の部屋で一人暮らしの無職田平静子さん、81、の部屋に侵入し、金槌で頭を複数回殴り殺害した疑いが持たれています。自分の部屋に戻った男は同居する親族に、人を殴ってきた、と話し親族が警察に通報しました。駆けつけた警察官が寝室の畳の上で頭から血を流し仰向けに倒れている田平さんを発見。その場で死亡が確認されました。警察官が駆けつけた時、田平さんの部屋の鍵は閉まっていて窓の鍵は開いていたということです。近隣住民は、亡くなった田平さんとはよく話していた。子供たちによく声をかけてくれていた、と話しました。容疑者の男については、周りをきれいにしたがる人、地べたもきれいに履いたりよくやっていた、ものすごく几帳面にいろんなことをよくやってくれていた、二人とも言い方なので、そんな言い方がそういうことで争わないといけないのかなってそれが一番悲しい、と話しました。事件の動機は何だったのか。取材を進めると、二人の間で過去にトラブルがあったことが分かりました。玉木雄貴記者、ブルーシートがかけられている部屋が殺害された女性の部屋です。そして逮捕された男はこの部屋の斜め下の部屋に住んでいました。近隣住民は、トラブルもあったみたいです。室外機がうるさいっていうトラブルは聞きました、と話します。田平さんのベランダにあるエアコンの室外機の騒音をめぐるトラブルは約2年前。その後も最近まで何度か2人が言い争っている様子を見た人が複数いるということです。たびたび繰り返された2人の口論は団地内の噂になっていました。ただ2年前の騒音トラブルの際、田平さんの隣や上の部屋に住む人は、騒音は特に気にならなかった、と話していたということです。凶器とみられる血のついた金槌は男の部屋から見つかり、男は駆けつけた警察官に対し、これで殴った、と話したということです。警察の調べに対しては、頭を何回も金槌で叩いて殺したことは間違いありません、と供述しています。浦上署は事件のいきさつとともに男の責任能力の有無も含め慎重に調べを進めています。